はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あれです、エンスコンバットの4ですね。すべてのね、コメントいただいてからの、まあ、最終回になるかなと思うんだけど、ちょっとね、飛行機どれ買ったかわからないんだよね。どれか、あ、これは買えないか。これが買えないんで、これか、これかな？ステルスって、違うな、これじゃなかった気がする。これか、これだったと思うんだけど。あ、どっちかな？青かったから、こっちかな？ F15 シリーズ最高の運動性能って言ってるから、多分これだったかな？まあ、操作性っていうか、やはり使いづらそうだったかなと思うんだけど。ディスプレイ。あ、これで見れるかな、後ろ。あ、多分これだったかな。なんかすごいかっこよかった気がする。じゃあこれで行きましょう。で、ブリーフィングをね、3、4回見直してようやく分かりました。はい、ありがとうございます。このメガリスっていうのが、この小惑星を落とすための機械だったんですね。だから人力コメットを起こさせるための、まあ、機械だったらしいので、こんなものはやっぱり早く破壊しないといけないですね。なんだろう、なんか本当にそうやって攻撃させるため、人力コメットを起こさせるために作られたんですかね。それだったら許せないですよ。うん、あ、これだったね。で、相当練習したんですけど、相当練習して1週間くらい空いてるんでまあ怪しいかなと。で、今回はね、もう敵相手にしませんで、もう一気に自分の任務に、ね、任務を全うしようと思います。でね、この画面でやられてる方もいらっしゃったらしくて、すげえなと感心したね。本当にすごいなと思った。どこかな、あったかな、あったあったあった。だいたい200-300ぐらいかな。そう、これぐらいのスピードでもね、なんとかなるような練習はしたんだけど、どうかな、どうかな、 まあまあかな。割とっていうか、結構積んだからさ、時間をね、積んでやったから、多少はうまくなったかなと思うんだけど、多少はどうかな。よし、 OK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 。でね、他にも、なんだっけな、この穴がね、あるじゃないですか。ここ隙間から入ったり出たりできるんで、そういうね、時短のね、練習をしたりしてたんですけど、すっかり忘れてる。この右側の、なんだったかな、なんかサイロ3つの、あ、バッテリーか、バッテリーを破壊しないと最後の巨大ロケットの場所が開かないっていう話だったんですね。いや、本当に申し訳なかった。話を全く聞いてないでね、本当にね、銃殺系かな。よし、 OK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 。 あれ、だいたい90からね、やっぱ70くらいでいいと思うんだよね。で、これロックしたらすぐやらない、ミサイル打ち込まないと、なんか壁にね、阻まれてダメになるんですよ。いや、まだ5分だよ。余計なこと喋っててもまだ5分だからね。これ相当早いよ。いや、ちょっと練習した甲斐があったな。で、よし、いい感じだ。まさかね、最後のあそこね、上が開くとは思わなかったんだよね。場所がここか、ここはちょっと安全にね、最後の場所でね、さすがに失敗したのはね、超痛かったね。
どこだったかな、これよし。でこのオレンジ色のミサイルは別に破壊しなくてもよかったのかな。勝手にねミサイル出てっちゃうんで、ボン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 出てっちゃうんで、あれはもうしょうがないのかなと思いますね。もしエンディングであまりにもひどいエンディングだったら、もしかしたら破壊しないといけなかったのかなと反省せざるを得ないが、さあやるぜ、行くぜ。ごめん怖いうまくね、うまくいけなかった。もう一回、もう一回距離を取って、これは、あ、距離もわかるのか。よし、お、ロックされた。危ないか、どっから来る、見えない。いった、でも 38% 大丈夫。よし、オッケー。結構ね、下からこう入っていくと、あの、吹っ飛ぶ確率があるんだよね。お、うそ、当たれ当たれ。よし、で、上から出ていくと。よし、やったぞ。よしよしよし、一発成功、よかった。相当練習した甲斐があったよ。実はさ、こんなエースパイロットがさ、あの、後世に残っては、あ、ごめん。The once familiar scent of burning jet fuel has long since faded away. What was once Yellow Squadron's runway is now just a local highway again. I write this letter to you now. I know it must have brought him unexpected joy to have an opponent like you at the end of that meaningless war. At least that's what I want to believe. Only you, the pilot who shot him down, can confirm this.And so, I write to you. ああ、なるほどね。今までのはずっとこのパイロット、俺へのお手紙だったんだ。どうだったかな。おい、ちょっと速攻でね、落っことしちゃったからな、黄色中隊。割とね、すごい速さで。はい、エースコンバット4、なんだろう、結構ね、ガーってね、一人でやっちゃった割に、あの、後からね、やっぱコメントいただけたのもあってか、なんかすごい長いことをプレイしていたなっていう、なんか錯覚を起こしていますが、すごい面白くて、うん、あのコメントをいただけて結構良かったなって、うん、なんか久々じゃないけど、あ、なんかやってよかったのかなっていう気がしたね。うん。もしかしたら自分がね、やりたいゲーム、ただただ興味が惹かれたゲームが、存外面白い上にコメントもいただけたっていうのがあったのかもしれない。うん。やっぱ、なんだろう、実況っていいなと。改めてなんか、そんな気がした。はい。で、他にもね、コメントをたくさんいただいて、ね、他の、エースコンバット以外のゲーム、この飛行機のゲームもこの紹介いただいたので、ちょっといずれやりたいなと思います。別にナムコのゲームじゃなくてもね、あの、もうね、エースコンバットはね、有名なんでね、いろんな人がプレイしたり、そうそう、あの、もう新しく買ってね、プレイした方もいらっしゃったらしくてよかったと思う。うん、あの、ピース3の方にもダウンロードできる無料のね、あの、エースコンバット、普通にコンシューマー版で何千円かで出てるやつはすごい操作性がおかしいっていうので評判悪かったんだけど、あの、ダウンロードして無料でできるやつは、無料なのかな、できるやつは、まあ、操作は戻ってるらしいんで、またちょっとやってみたらいいんじゃないですかね。俺もやってみようかな。で、なんだっけ、サイドワインダーだっけ、サイドワインダー5とか、なんか空の、そうじゃない、青の英雄、他にもいろいろな、ゲーム
あるらしいので結構難しいその飛行機ゲーらしいので、まあね、ラストステージは結構あのエスコンバと4もね難しかったんだけど、もっと難しいね飛行機ゲーが紹介いただいたので、ちょっといずれねまたあのヒーヒー言いながらプレイしてみようかなと結構本気でね考えてます。あとは操作性がねあのこれ以上に良かったら夜すっげー喜ぶかもしれない。あのお話も良かったかな。なんだ戦場だとさ、ただ戦ってやっつけてで終わりだけど、うん、なんか語る、うん、語り部が全く関係のないじゃんね、あれだけど、その実際には戦争には関わってなかった、戦いには関わってなかった子がね、それも敵側の視点で語ってるのは面白かったなと、うん、ま、そこまでね、なんだろう、重大なストーリーに絡んでくるってことはなかったけど、純粋に何だ楽しめた感じですね。ただアクションゲームをやるとかね、ただシューティングをやるっていうそのシンプルさはあったから、やっててただ敵を落とすっていう、あ、そうそうそう、あのステルス機もねトゥームレイダーとかに出てきたりしてね、ちょっとシンクロしてる部分があってちょっと面白いなと思って、急にねあの出てきたの覚えてます。俺もトゥームレイダー、あれも3だったかな、ヒューってね出てきて俺がビビったの覚えてる。はい、ありがとうございます。あの楽しませていただきました。ちょっとあれはねエンディングすごい長いかなと思ってたんだけど、ま、あ、全くそんなことはなかったと。ちなみにこのゲームは、ハードモードが通常最大のレベルだったんだけど、エクストリームは出てるんですかね、ちょっとそれだけ確認しようか。ん？あ、ニューゲーム、強くてニューゲーム、フリーミッション、あ、そういうのもあるんだ、トライアル、あー、そういうのもあるんだ、あ、2P 対戦、あー、ダメだ、俺コントローラーがないからどういう感じなのかもわかんない。ちょっとやっぱこれはねオンラインとかでやってみたいよね。昔ね、あのハンゲームっていう音ゲーで、あのちょっと SD な感じのね飛行機のゲーやってボコボコにされた記憶はあるんだけど、今改めてちょっとこういう飛行機の対戦とかもやってみたいですね。6対6の対戦とかすごい激しそうだよね。ぐちゃぐちゃになりそうだけど。で、あ、あ、すごい、あ、ベリーイージーも出てる。エキスパート。熟練者向けの難易度。ちょっとやってみようか。まだ時間ちょっとあるんで。基本的にさ、この人たちでさ、勝利の栄光をくれって言うよね。で、ちょっとお金がないんで、新しい機体と買えなかったんで、このまま、ちょ、ロック死んでんだけど。おい。どうかな？やれるかな？おい、余裕でやっちまったんだけど、おいおいおい、ザルなんじゃねえの？あ、1600からか。どう？おい、おい、あー、ひどい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 、どん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 落ちていく。鬼だこのパイロット、すでに畜生のレベルに入ってしまっている。うわさすがにこれレベル、あれでね、一番最初のミッションだからさすがに簡単すぎたか。Whose kill was that? Make sure to thank him. That's a roundup. Let's go on home. まあ多分先
先行くとポイントがね、恐ろしいほど、ね、2000ポイントだったのが4000ポイントとかすごい感じになるんじゃないですかね。ぜひぜひこのゲーム、まあ以外でもね、多分エースコンバットの名前だったら大丈夫でしょう。で、さらに R はそのうちね、別の飛行機ゲームをやってみて、もし面白そうだったらプレイされてみてはいかがですかね。まあ別に難しいゲーム好きだったら全然 R よりも先にね、もうやっちゃうぜっていうのもいいと思いますしね。よし、じゃあこんなところでいいですかね。なんだろう、難しいレベルでやってみようかっていうぐらいの、結構飽き性な R でもこれくらいできたんで、良かったゲームなのかなと改めて思いますが、はい。飛行機もね、なんだかんだいっぱいあるしね、収集とかコレクションが好きな方なんかもいいんじゃないですかね。これ全然ちょっともう一個ね、ちょっと最愛の機体を見つけてしまったんでね、浮気症だけど一個見つけるともうそれしか使わないっていうのがあるからさ、ちょっと不向きな場面もあったけど、あ、ちっちゃい可愛いね、こういうのも。あ、これがなんだっけ、油給油だっけ、こういうアンテナは給油のためのものだったんでね、ありがとうございます。こういうのもね、細かいところも教えてくださって、まあ次回また飛行機芸に行かせればいいかなと思いますが、はい。じゃあこんな感じでちょっとね、いろんなゲームいっぱい やりすぎて混乱してたところは自分でもねあったんだけど、なんとかでやりきることができたんで良かったのかなと思います。また次回別の、今やってるサイコブレイクしかり、企画のトゥームレイダーしかり、キングスフィールドやりすぎだよね本当に。またそちらの動画、もしくはまたいつか新しい動画を見るときにお会いできればと思いますので、はい、またご機会ありましたら一緒にゲームやりながら見ながらいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。